月刊ゴールキーパー。今夜のゲストは現役時代不動の右サイドバックとして FC 東京ガンバ大阪で優勝も経験された梶明さんです。梶さんといえばワールドカップにも出場されてますし、はい、日本サッカー界のレジェンドだと思うんですけど、はい、僕は一番印象に残ってるのは2005年のコンフェデン時のブラジル戦の幻のゴールなんですよ。あれ、オフサイドじゃないと今でも思ってるんですけど、そうですね、どうでしたあれ実際。いや、僕もオフサイドじゃないと思って、はい、副審の方見たら旗上がってたんで、はい、おかしいですよね。でも決めた後ちょっと喜び方もわからないんでちょうど良かったですいやでもあれがもし決まってたら勝ってた可能性もありますから。そうですね、歴史変わってる可能性もありますからね。ちょっとあれだけは納得いかないんですけどあんまり梶さんも確かに悔しがってなかったオフサイドになった時でしょ、すぐ帰ってましたまあしょうがねえかぐらいだったんでね、はい。現役時代、不調の時のこうバロメーターみたいなのってありました、本並さんは。調子いい時のビデオを見返したり、 あとはもう特徴ですよね、自分の特徴は何かっていうのをもう一回思い出して、まあ、そこを徹底してもう一度やるっていうことですよね。うん、梶さんはどうですか、不調の時にこうなっちゃうなとかありました。うん、1対1でやっぱり相手より後手を踏んでしまう、うん、ああなるほど、守りの時にっていうところはちょっと自分の不調なのかなっていうのはありましたね、うん、バロメーター的には。でちょっと若手芸人と似てるなってましたキーパー。やっぱ不調の時前に出れないんですよ芸人もやっぱ自分が受けてるとか乗ってる時はガンガン前に出て喋れるんですけど、ね、受けてないしどうしようってなると前に出れないんでちょっと似てるかもしれない。ユウさん今どんな感じですか。 今あんまりあの様子見てます、まだしばらく様子見てます。そんな感じですか逆にあの不調になった時その脱出する方法みたいなのってありますか。まあ自分の生活のリズム見直したりとかトレーニング見直したりとかっていうところから基本の徹底ですね。そうか、芸人それやんないからな、基本徹底しないですから、ね、芸人として適当そうですね不調でも人のせいにしますからね芸人最低な人ですあいつが悪いみたいに言いますから梶さんは主にサイドバックというポジションで活躍されてましたが、サイドバック目線でどんなゴールキーパーだと心強かったですか。守備範囲が広い人、特にクロスボールですよね、はい、出てきてくれるキーパーっていうのは心強いですし、はいはい、あ、サンキューっていう。大体センターバックは強いんですよ、ヘディングが、はいはいはい、でもサイドバックってあんまりヘディングは得意じゃないんですよ、ね。まあ、もっとスピードだったり運動量だったりっていう、高さもそんなにないサイドバックが多いんで、はいはい、まあ、そういう中でキーパーが OK って出てきてくれると心強いですし、はい、守備範囲の広い。やっぱそれは本当助かるんですね。助かりますね。ディフェンスからしたらキャッチできるやろっていうボールをパンチングするキーパーいるじゃないですか。あれってどういうまだ見えてないのか、まあ、敵と敵をボールばっかりで、 あとはスクランブルなのかな。ちょっと人が多いと思ったらもう安全にいってる局面が多いから、いやキャッチしてくれよってめっちゃ思うんですよ。だいぶ違いますよね弾いたやつが外に弾くんですけど、はいはい、またそこにね敵がいるんですよ、ね、自分が行かないといけないっていう状況がしんどいですね。しんどいですよね。それ言うんすか、キャッチしろよお前みたいな。いやいや心の中でめっちゃ思ってますけど言わないです言わないです。せっかくパンチングしてくれたのにって思うから。あ、それは言わないんですね。歴代は どのキーパーが良かったですか。土井さんが良かったですかね。 FC 東京土井陽一、はいはいはい、めちゃくちゃうるさいです。何やってんだもっと絞れみたいな言われるんですけど、それがまあ心地よくなってくる。あ、なるんですか。あれやっぱ見てても怖いなってやっぱ思うんです。キーパーずっとしょうがないんでしょうけど、めちゃくちゃ言うじゃないですか。そうですね、あ、すごつけみたいな。でもちょっと抜く時があるんですよ、やっぱりポジショニングも。ここのポジショニング取ってないといけないのに、うん、ちょっと絞らずにサボってみたりとか、そういうところを正してくれるキーパーが心強い。でもあれね、バチバチ喧嘩になりそうな時ありますよね。そうですね。あとキャッチした後めっちゃ切れてる時あるじゃないですか。あります。まるなんだみたいな。もっと寄せろーみたいなね。もうイラってくることはないですか。めっちゃありますよ。寄せれねえよっていうね、そんな感じはしますけど。本並さん言ってました。僕言ってないです。僕は静かに優しい。本当ですか。うさんくさい。関西弁で幕下っていうイメージありますけどね。さあ、梶さん、このゴールキーパーに特化した番組いかがでしたか。なかなかあの日の目浴びないんじゃないですか、うん、点決めた人がやっぱりね、はい、やっぱり一面になるっていうので、はいはい、まあ、ビッグセーブしてもあんまり一面にならないですよね。そうですね、はい、だからそういう意味では細かい部分、その技術であったりとかっていうのがクローズアップされるのが非常に良かったと思います。キーパーにとってもこれからの子供たちが見るのにも勉強になったりするかもしれませんしね、はい、ゴールキーパー目指す人たちどんどん増えてきてほしいですね。そうですね、